こんにちは、わしみです。今日は、フレクサーアームですね。今出てるフレクサーアームは腕のラインを決めることで腕を筒状に使いやすくするという方法になるんですけれども、それをセルフケアでする方法をご紹介したいと思います。どうしても今ちょっと人気商品で手に入らない方も多いと思いますので、それまで、手に入れられるまでこれを使ってもらったらいいのかなと思います。あと、その状況というか職業柄、フレクサーアームがそもそも使えないという方もいらっしゃると思いますので、この方法をぜひ試してみてください。それではやり方を説明していきます。こういうタオルをまず最初用意してもらうといいと思います。できるようになったらこれがない状態でも全然できるようになるんですけれども、まずやり方として雑巾絞りがありますよね。雑巾をこう絞るやり方。で、このやり方だと分かりますかね。腕が内旋ってこうクッと中に入ってしまうので、この雑巾絞りのやり方ではなくって、こういう状態ですね。こう両方といったんです。親指が上だと親指上っていう風に両方上にようにしてください。そうすると手がこういう風に外旋状態でいきますの で、その状態のまま前にキュッと絞る感じですね。このままキュッと絞る感じで、絞るときになるべく親指をこうですね、こう筒状ではなくて、ちょっと親指を上に伸ばすような感じで持ってもらって、キュッと前に絞る。で、これで最初のうちはこういうの使った方がいいよっていうのは、これをすることでやっぱりその握るということができると、このキメというか腕のキメができるようになって、それがこれが筒状になりやすくなります。で、これがだんだんできるようになったら、別になしの状態でも同じようにキュッとしてあげて、そのままの状態でカバン持ったりとか、なんか作業したりとかしてもらうだけでもかなり変わると思います。例えばダラダラダラっとしてもらって、こういうふうに今これ手がこれぐらいだなっていう動かし方をしてもらって、雑巾絞りの要領でキュッとしてもらって、そのままくるくるっと回すと楽に回るように変わると思いますので、そういう感じですね。で、試してもらったり、自分の使い方ですね、こういうキュッとしてもらって、変わったなとかをしてもらうといいと思います。で、今一応握るときに親指の方を伸ばした状態の方がやりやすいんですけど、もし何も持たない場合はこういう状態ですね。ちょっと親指と人差し指をこうちょっと人差し指と親指を伸ばすような感じですかね。キュッとしてもらった方がよりなりやすいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、このようにサトウ式リンパケアの理論やセルフケアをご紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。